はい皆さんこんにちは山内大二です今日は大学生の方から質問いただいてます駒沢大学法学部から弁護士になれますかあのですねなれませんなんて言うわけないじゃないですかあなたが通っている駒沢大学法学部から他のまあ、法科大学院に行ってしっかり弁護士になればいいし予備試験受けて法科大学院行かないで弁護士もなれますなんか弁護士になるって言うと 法学部が名門の弁護士の数がすごく多い大学あるいは法科大学院が有名な大学ばっかりが弁護士になれるっていうふうに皆さん思い込みがちなんですよ。そりゃ東大京大早稲田慶応そして中央大学法学部明治あたり行けばでもですよこういう大学だって全員は弁護士になれてないわけです。逆ににに言えば大学学が有名じゃなくたって仮にも法学部に通ってて仮も法部通る 例えば仁藤駒線の法学部だったら弁護士になれないんですかそんなはずはありません。ちゃんとなっている人はいますなのであななた個人の問題なんですよ正直あなたが入った大学から弁護士になった人は少ないでしょう。少ないいがゼロでではないんですなんすので仮にも法学部を持っている大学だったら弁護士になりたいって本気で考えている学生は本気で勉強をしてください。 そして法科大学院は別に中央入ったり人によっちゃ別に東大入ったっていいわけですよなので自分が入った大学の法学部の偏差値が低いこととあなたが弁護士になれるかなれないかということを直結して考えないでください大事なことはあなたが弁護士になることですなので大学の名前は関係ががなないいいあなたが受かればいいんですもちろんもっと有名な大学の人の方が有利でしょうしかしそれはあなたがなれないということではありません 有名大学だって法科大学院行ったって弁護士になれない人はいるわけですなので大事なことは学校の名前なんかをコンプレックスにしないであなたが受かれば良いこれはもちろん二刀駒線だけじゃなくて関西でもそうですし地方でもそうですあなたが頑張ればいいだけです頑張ってくださいありがとうございましたご視聴ありがとうございましたいいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまた メガスタ LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します。